さばきます。さば。さばもさばくと、立派なさば。だろう、今日のいいさばだったんだよ。安かった。寄生虫とか見てみる、うん、サバで代表的な寄生虫は何？アニサキス。そうだね、アニサキスだね。お内臓ですね、これが。いや、どこか。アニサキス。ここですね。アニサキス、ここ。これ。動く虫。見えるかな。見える。ここね、アニサキス一匹。あと、他の寄生虫はいるかな。ここは肝臓ですね。肝臓。ここに輪っかの、跡がついてるところに、こことね、画像出したアニサキス。ここにはさばきます。
今回2日間冷凍にしました。これからさばいていきます。 2 days in the freezer. Peel the skin. Cut sashimi.デッドテイスト。じゃん。寄生虫の勉強しましたね。アニサキスの中間宿主が、サバ類だったね。で、今回のは日本海側さんですから、アニサキスシンプレックスの可能性は極めて低くなってきましたね。アニサキスシンプレックスの終宿主、最後に寄生する場所がクジラやイルカ。です。じゃん。寄生虫勉強しましたね。じゃあ食べてみましょう。冷凍48時間以上やりましたから、絶対アニサキス死んでます。大丈夫。しかも日本海側だからね、食中毒になる可能性は少ないです。どうぞ。本当は俺しめさば嫌い。うん。どの辺から行く？ちっちゃいで行く？どこが一番うまい？絶対 うまい場所はまだ凍っちゃってるからな。この辺がうまいと思うな。こういうとことか。うん。あ、本当って凍ってる。今米が炊けたね。ジンジャーソースこれ。いつも丼で使ってる。うん、そうそう、ジンジャーソース。ジンジャーソイソースか。本当うまいの？うまいよ絶対。でも凍ってない方がもっと美味しいけどね。まずちょっとだけ食う。
わ。頑張って。あ、逆にうまい。シャーベットの方がうめえわ。本当、シャーベットの方がうまい。うん、だけど大人の味だな、これは。サバ美味しいよ。無理やり食ってるけど、この動画のために。うん、苦手？わさび醤油の方がいい？いや、ジンジャーソースつけた方がうめえかな。うん、美味しくない？ん？こねた。こねた、ごめん。溶けてるからだよ、それ。あ、わさび？うん、油が多いところはわさびが合うよね。うん、うまい。こっち側食べたの。お前、意外と食えるようになった？サバ。じゃあねー、バイバーイ。